田園地帯を通る砂利道砂利道は、表層部の路面が主として砂利からなる道路である。先進国においては、農道や林道など、交通量の少ない道路に限られるが、開発途上国においては、主要道路においてもしばしば見られる。砂利、採石、砂などをバインダーと呼ばれる細流の土によって、結合させた構造であり、道路の基盤となる路盤と路面の表層部を覆う。 摩耗層からなる。日本においては、土板の厚さ30から4 0センチメートル摩耗層の厚さ1 0センチメートル程度が一般的である。表面に防塵処理を施すこともある。車両通過に加え、雨、融雪、凍結誘拐作用による劣化が大きいため適宜、保守管理が必要である。特に、凹凸や昇降は、車両の通過によって、 急激に劣化が進行するため、早急の修繕が求められる。湿地や水たまりに砂利を敷いて、通行の助けとすることは、古くから行われていた。文明が発達し、路面の材料として、日干しレンガ、半畜、石畳などが使われるようになっても砂利は依然として使われてきた。1796年に完成したアメリカ合衆国で最初の本格的な有料道路、 フィラデルフィア・ランカスターターンパイクは十分に締め固められた砂利道であった。モータリゼーションが進んだ先進国では主要道路はくまなく舗装されているが地方政府の財政難から交通量の少ない道路は舗装を剥がして維持費のかからない砂利道に戻すことも行われている。日本では近代に至るまで人や馬によって踏み固められた道が一般的であり砂利道は 主要道路に限られていた。7世紀頃に整備された東山道武蔵路のうち、国分寺市で発見された区間において、砂利道が確認されている。また、江戸時代初期に書かれた徳川家康の遺訓家康百貨城において、路面の窪みを砂利で埋めて固めることが推奨されている。江戸時代に整備された五街道においては、砂利道が多用されていた。 1886年8月、内務省訓令第13号の道路築造基準において馬車に適した砂利道を建設する方針が示されたが、当初は普及しなかった。その後、次第に普及し、主要道路でも一般的となったが、昭和初期にアスファルト舗装技術が確立すると、次第にこれにとって変わられた。日本の神社の参道には玉砂利が敷き詰められているが、 これは、神聖なところを、さらに正常にするためと思われる。土木学会編、伏瀬陽一著、新体系土木工学65道路ピアニッシモ、71から76、技報道、出版、1984年、ISBN4 から765511650、鈴木里同ピアニッシモ、3から4、鈴木里同ピアニッシモ、 150から153、鈴木里氏、同ピアニッシも、100A22 から128、鈴木里氏、同ピアニッシも、159から165、道路交通問題研究改編、道路交通政策史外観論述編、P4、プロコムジャパン、2002年、ISBN4 から87738から 152X 明治神宮 Q&A なぜ、賛同には、 玉砂利が敷き詰めてあるのですかありがとうございます。